マテウス・メリアン、30年戦争、ザクセン先帝公、ヨハンゲオルク一世による1620年のバウツェン、方位30年戦争は、1618年から1648年までヨーロッパの大部分を荒廃させ、全般的危機の時代の間続いた多くの政治的混乱の中の一つであった。17世紀の危機あるいはターンに全般的危機とは、 ヨーロッパ史において17世紀に起きた混乱や波乱をまとめた言葉。17世紀は14世紀とともに商標期により、ヨーロッパの気候が寒冷化し、ペストが大流行して飢饉が起こり、英乱戦争や30年戦争をはじめとする戦乱の多発によって人口が激減したため、研究者によっては、危機の時代あるいは17世紀の危機と呼ぶことがある。 イマニュエル・オーラスティーによれば、17世紀の危機は1620年代に始まって約1世紀続く近代世界システムの収縮局面でヨーロッパを中核とする世界システムはこの間地理的にも交易量としてもほとんど拡大せず、重症主義政策と戦争によって世界の余剰を中核諸国が奪い合った時代である。また、アメリカ大陸からの膨大な銀の流入によって、 価格革命と称される急速なインフレーションが生じた後のヨーロッパでは生活費が2倍、ないし3倍にも高騰したため困窮する人々が増え彼らによってヨーロッパ中で暴動が発生した時代でもあったしかしこのような17世紀の危機論については大久保慶子のように17世紀前半に本当の危機を抱えていたのは スペインのカスティーリアであったろうが、一方では、同時代の北部ネーデルラントは、未曾有の繁栄を謳歌する、オランダ黄金時代であったし、イングランドの毛織物輸出はエリザベス朝後半の大不況期を脱して好調だったことから、ヨーロッパのあらゆる地域、またあらゆる面において、危機的状況にあったわけではないことを指摘する立場も、ある。15世紀末から16世紀にかけて、 大航海時代を迎えたヨーロッパは、世界の拡大とともに繁栄を謳歌した。その諸相を外観すると、といった現象が挙げられる。16世紀、とりわけその前半期のヨーロッパ経済は、アルプス山脈以北に関しては、異常なまでの公共に沸き、アルプス以南についても、相応の活況を呈していた。とりわけ、ネーデルラントの港湾都市、アントウェルペンの繁栄は目覚ましく、 フランスの歴史家、フェルナン・ブローデルは、このスヘルデ川に臨む都市は実に、国際経済全体の中心にあった。と記している。また、当時、ベネツィア共和国の大使だったフランチェスコ・グイチャルディーニが、アントウェルペンでは1日に、何百もの船舶が往来し、2000もの入馬者が毎週やってくることを描写し、彼らは、女に至るまで3つあるいは4つの国語を操ると、 書き記しているように、イギリス商人、ドイツ商人、イタリア商人が、数多く来住する一大国際都市であった。ドイツ市にあっても、16世紀は、ドイツ経済の英雄時代、ドイツ巨匠たちの黄金時代などと呼ばれる、経済的繁栄の時期であり、当時最も富裕な一族の名をとり、フッカー家の時代とも称される。ところが16世紀後半、 オランダ独立戦争やフランスのユグノー戦争など宗教戦争が熾烈化するとヨーロッパ社会は次第に安定性を失っていった。1585年繁栄を謳われたアントウェルペンもスペイン軍猛攻の前に陥落し、毛織物生産とその流通を介して成り立っていたロンドンとアントウェルペンとの密接な関係も終焉を迎えたのである。 始まりと、終わりアンリ・ポール・モット・ラ・ロシエルの方位1627年から1628年にかけてのフランス最小リシュリュによるラ・ロシエル行為戦を描いた絵画17世紀のヨーロッパは全般的危機に見舞われていたとされる。これをイギリスの歴史家エリック・ホブズ・ボームはもっぱら経済に限定して捉えようとする。それに対し、 ヒュートレバー・オーパーやフランスのロラン・ムーニエなどは、経済は、もちろんのこと、政治や社会、また、芸術、科学、思想など文化全般にわたっても、危機について言及している。いずれの場合も、危機が1620年代に始まったとする点では、共通している。この時期、バルト海方面における、西欧諸地域の貿易、及び、 フランスの対均等貿易が共に大きく後退して、国際経済は不振に陥り、一方、協作や基金による栄養失調、大量死から人口の停滞内死減少が生じた。インフレーションは鈍化し、従来の経済成長は収束して不況が始まった。1618年に始まり、20年代に本格化する30年戦争、1620年の メイフラワー号による新教とのアメリカ移住、フランスにおけるカトリック教会によるユグノー迫害などとといった宗教対立の熾烈化や迫害の激化が見られ、フランスのみならずドイツでもイギリスでも宗教上の理由で多くの地が流された。また、30年戦争の戦場となった地域では土地の荒廃が著しかった。一方、収束の時期については、 最も早く危機を克服したと見られるオランダから、品種の状態で喘ぎ続けたとされるスペインまで、それぞれの国家は危機に対して個別に対応し、その結果、危機を解消した時期については各国ごとにズレが生じると見られる。ここは、論者によって、見解のすれ違いや、相違の見られるところであるが、全体的には、農業生産の増大や農村工業の発展、価格の安定、 死亡率の減少、植民地防易の没効などの見られる18世紀前半期には、危機は収束したものとみなされることが多い。なお、ホブズ・ボームは、危機収束の時期を1720年としている。要因と影響、17世紀の危機の要因としては商標期の到来により、気候が寒冷化したことが、しばしば根本的なもの、ないし最大のものとして挙げられる。 農作物の不作が続いて経済が停滞し、魔女狩りをはじめとする社会不安が増大した。さらにペストの流行で人口が減少に転じた。これにより従来の封建制的なシステムは崩れ、資本性が拡大するようになる。宗教対立が激化したために王室は財政難の打開を目的に中央集権化を進めたが、これに貴族が反発、農民も 一気を起こすようになった。特に30年戦争がヨーロッパにもたらした影響は、大きく、ほとんどヨーロッパ中の国々が参戦、介入した。ヨーロッパのほぼ中央に位置するドイツの土地は荒廃し、1648年には、神聖ローマ帝国の死亡診断書とも表される、ウェストファリア条約が結ばれた。この後、ヨーロッパでは、ウェストファリア体制と呼ばれる、 勢力均衡体制が支配する世界が形成され、主権を有し、独立している国家からなる諸国家体系へと変化した。神聖ローマ帝国における諸公は、帝国内し皇帝に敵対しない限り外国と同盟を結ぶ権利を得、このような帝国国政をフランスとスウェーデンが保障することとなった。しかしながら、帝国を構成する諸公の国際的地位は、 未だ曖昧なままにとどめ置かれていたために、極めて断片的な主権を持つこととなった帝国も、小規模な両方主権を有する諸侯も、この方に合わず、有力諸侯たちは他国の君主と同等の地位に立つため、多くは帝国外の王の称号を獲得しようと努めた。17世紀後半から18世紀初頭にかけて生じたヨーロッパの戦争に、彼らが積極的に参戦したのは、 そのためだった。そして、留保条件付きであるとはいえ、ドイツ300諸公にそれぞれ同盟権があることは、神聖ローマ帝国が完全に死にたいとなってしまったことを意味していたのである。いずれにせよ、こうして成立した主権国家体制は、以後、世界規模に拡張されるとともに、 21世紀に至るまで国際社会の基盤を成すに至っている。エイブラハム・ホンディウス、凍結したテムズ川16世紀後半以降、ヨーロッパは商標ガキと呼ばれる寒冷な時期に入っていた。この事実は、同時代に生きた人々による年代期や氷河の成長、葡萄の発育、収穫状況、年輪年代測定などの成果などから伺い知ることができる。これらによれば、 およそ1490年前後から1560年前後にかけては温暖な時期が続いたものの、1565年、突然、気象が寒冷化し、とりわけ17世紀中頃には厳しい寒さを迎えた。ルネ・デカルトが女王に招かれて出向いたストックホルムにおいて、60年ぶりと言われる寒波により、肺炎を起こし、死亡したのが1650年2月のことであった。 厳しい寒さは1715年を機にいくらか緩み、19世紀後半にはほぼ完全に収束するが、その間、中小河川はもとより、セーヌ川やテムズ川も凍結し、海洋においても、入江などではしばしば決氷が見られた。ことに1709年の大寒波は、大西洋岸からロシアの内陸部までの広い地域を襲った猛烈な国幹であった。冬の寒波以上に、 人々の暮らしに影響を与えたのが、春先のそじも、冷夏における日照不足、異常乾燥などによって、作物や牧草が枯死したり、発育不良に陥ったりすることであった。こうして冬以外の季節の異常気象などによって17世紀から18世紀前半にかけては、協作が波状的に訪れた。それは代表的なものだけに限定しても、の6回に及んだ。 これらの年代にはヨーロッパのどこかの国々が協作となったのであり、局地的なものを含めればさらに数が増える。協作は直ちに穀物危機として現れ、農民には自家消費分にも満たない収穫しか残らないことも多かった。また、品薄のため穀物価格は高騰し、葉坂木などには庶民が穀物を手に入れることが実質不可能となることも多かった。 貧しい人々は劣悪な食事に甘んじなければならなかったし、場合によっては普及しかけた穀物や腐肉、ぬか、木の根、草などを食べるしかないような状況に追い込まれた。人々の体は衰弱し、慢性的な栄養失調に陥り、あるいはまた、出生率も著しく低下した。このような時、しばしば感染症が流行し、人々の生命を直接奪ったのである。 北欧では1695年から1697年にかけての大飢饉がフィンランド史上最悪の飢饉として名をとどめ、この国の4分の1から3分の1の人々が鳴らし、したと言われる。パウル・フィルスとローマのペスト医師この時代に流行した薬病は、ペストをはじめとして発信地腸超フス、赤痢、天然痘、症候熱、マシン、 マラリアなど多種にわたった。ペストが国史病として14世紀中央のヨーロッパで消血を極めたことはつに知られるところであるが、その後もペスト菌はヨーロッパに常在し大小の流行を繰り返した。ただし、その毒性は次第に減じていったとみられる。とはいえ、17世紀から18世紀前半にかけてのこの時期、来週値の数は14世紀と、 同レベルかそれ以上に及んでおり、規模はともかくとしてその範囲は広く、また、共作と基金の打ち続く中での流行だったので、この時代を生きた人々に、多大の犠牲をもたらしたのであった。ヨーロッパ各国におけるペスト最後の大流行は、最も早いスイスで1610年の1611年、最も遅いフランスで1720年の1722年であった。この時期、 とりわけ甚大な被害を受けたのは1629年から翌30年にかけて、フランスやイタリアを襲ったペストで、南仏のディーニュという町では、人口1万人のうち8000人から8500人にかけての人々が亡くなり、生き残った人の中でも感染しなかったのはわずか6人程度だったと言われる。また、1663年のオランダでのペスト流行。 1664年から翌1665年にかけてのイングランドでのペスト流行は有名で、ことに校舎はロンドンの大薬病として知られており、46万と推定されるロンドン市民のうちおよそ7万人が亡くなっている。コロモジラミが媒介するリケッチアによる感染症である発疹チフスは、レコンキスタ終末期における15世紀の グラナダ戦役で大流行したものだが、17世紀になると感染の範囲が一層広がった。1613年にはフランスで、1618年にはドイツで流行し、特に30年戦争における独物では消滅を極めた。ウイルス性の天然痘は単独で集中大発する例に乏しいが、1640年代のアイルランドでは、ペストと共に、 同時流行し、1709年から翌年にかけては、東プロイセンやリトアニアではペストを呼び、発信地スとの同時進行が確認されている。セキリは、1676年から1678年にかけて、フランドル地方で流行した。セキリ、赤痢、チフス、小高熱は、いずれも細菌性感染症であるが、この三つが同一地方を交互に襲ったのが、 1705年から1714年にかけてのフランス西部であり、ここでは飢饉下で薬病が蔓延したため大量死につながった。浜ダらかが媒介するマラリアは商宅地を中心に広がり、特にイタリア、スペイン、フランスでの被害が大きかった。イタリアにおける流行の中心は、ポーヘーゲンや中部イタリア、スペインではバレンシアをはじめとする沿岸地方。 フランスでは、コーブチやブルゴーニュ地方などで、フランスでの流行は、北ドイツ、ポーランド、リトアニア東部など、より寒冷な地方への感染拡大につながった。地中海証券、ミシェルセール、1720年、ペスト下のマルセイユ市庁舎前地中海地域における、開港及び定期市の活動に、表面的には大きな変化はなかったし、 ジェノバ共和国がこの地域の銀行業の一大中心地であることにも変わりはなかったが、スペインにとって花形輸出商品であった羊毛も、イタリアの人気輸出商品であった毛織物も需要が落ち込み、両地域での商工業は不振であった。スペインでは熟練志工業者として知られたイスラームからの改修住民、モリスコを1609年に追放したこと、イタリアでは、 織物技術の停滞が見られることなど、個別の事情をも手伝ったが、より大きな視点からは、不振の原因として、アメリカ大陸から流入した貴金属などによるインフレーションや、通貨の火薬、課税の強化などがあり、さらに感染爆発と、その予防措置に費やす時間と労力の存在を指摘することができる。すなわち、均等諸地域との貿易が盛んな地中海、沿岸部では、 当該地域からのペストや発信地フスの襲来に幾度となく悩まされてきたのであり、沿岸諸港では薬病の流行を食い止めるための検疫システムが導入された。感染症の流行地から入港した船舶は健康証明書を必要とし、それを所持しない場合は指定区域に40日間留め置かれ異常のないことを証明しないことには承認。 妊婦も商品も上陸を認められなかったのである。この規定により多くの業者が商品を目の前にして40日間待機させられた。これは流通経済の上では大きな障害となったし貿易業者の受けた損害も膨大なものだったのである。七百二十年代初頭のマルセイユの大ペストも権益に回された金闘からの積み荷を数週間後に迫った。 ボーケールの定期紙に出荷するため、一刻も早く荷下ろししようとした商人の圧力で、マルセイユ市当局が、検疫期間を20日間に短縮し、ペスト患者と金に汚染された商品を上陸させた、ために生じた災禍であった。スペインハプスブルク家の立場からは、北イタリアのポーヘーゲンから、アルプス山脈の西側を通り、アルザスなどを経て、フランドル地方に至る回廊が当時、 スペイン街道と呼ばれて大スペイン王国を支える生命線となっていた。30年戦争へのスペインの早期の参戦もミラノ公国からブリュッセルに至るこの回廊を主使用としてのものと考えられ、フランスは自国の東側国境近くを通るスペイン街道の分断を常に戦略目標に掲げていた。フランススペイン両国の対立はやがて全面戦争に発展し、 ヨーロッパを従官する街道もしばしば戦場となりフランスの勝利によってスペインの小中から離れた。北方証券不振だったのはバルト海と北海を抱える北方も同じであった。リューベックを名手とするファンザ同盟はその影響力を著しく減退させ1635年には事実上解体してハンブルクやブレーメンなど北ドイツの 各都市経済を一層衰退させた。南ドイツでもアウクスブルクやニュルンベルクなどの諸都市の影響力は減退し、市民たちは所領や称号の取得に勤しんだものの、それ以外の商工業活動は活発ではなかった。その原因としてはやはりインフレーションや A、ドク、ポーランド、北欧諸国の貨幣の解約、投機商人の暗躍や投資意欲の低下、 これらが帰結する信用全般の低下があった。王朝的権力政治の名残を留める当時にあって、逼迫した戦時財政下、権力者が戦費調達のために用いた安易な手段が、貨幣解約であった。ドイツではこの時代を、偽金時代と呼ぶことがあるが、脆弱な体験をいただいていたドイツにあっては、他国が統一国家へ向かう途上にあったとき、貨幣中造権が次第に、 両方君主や都市の手に移りつつあったため戦争の参加とともに一層の混乱を招いたのである。そしてここでも薬病の流行とそれに対する予防措置は物流経済に深刻な打撃を与えたのであった。内陸諸都市でも開港の検疫制度に似た予防策が取られたが一層きめ細やかなものであった。各都市の保健衛生局は 近隣都市で感染症が流行すると、指紋の監視を厳格化し、流行地からの旅行者や、小敷の入試を拒否し、街路の清掃を徹底し、旅宿の監督を厳しくして、流行地からの商品には、消毒を命じた。さらに状況が悪くなると、食料を確保し、隔離病棟を用意した上で、他都市との取引を停止し、自らの城壁の中に閉じこもらざるを得なくなった。 しかし、このような措置は、商工業の全過程の中断を余儀なくさせるものであり、中小の思考業者や商人に失業、廃業の脅威を与えるものに他ならなかった。こうして、地中海商権、北方商権の二大中心地は衰退し、例外的に北海沿岸のオランダでは商工業の発展を見たが、それも1670年代には毛織物業、漁業、 中継貿易のいずれも振るわなくなり、造船業もオランダ東インド会社も停滞し、残る金融業が18世紀以降、活路を見出さなければならないという状況になった。近世ヨーロッパは戦争と反乱が日常化した時代であった。17世紀中、戦争のなかった時期は、わずか4年しかなかったと言われる。17世紀におけるヨーロッパでの主な戦争を下に、掲げる。 ジャック・カロの版画、戦争の参加30年戦争における1632年の虐殺を描いたものなお、17世紀末には下に掲げる大北方戦争が勃発している。18世紀初頭から1720年代までの主な戦争は以下の通りである。マスケット銃を構える17世紀の重視戦争においては火器も使用されたが、 小銃が装填に少なくとも数分はかかり、即射能力に欠けるものであったことは、用の東西を問わない。小銃の技術的限界を戦術で克服する方法を編み出したのが、日本の織田信長であり、ヨーロッパにおいては、ネーデルラント反乱における、連合軍最高司令官だった、オランダのマウリッツ・フォン・ナッサウであった。ナッサウ博、マウリッツの新戦術は1594年のことで、 軍事革命と呼ばれたが、彼の戦術は後為戦中心のネーデルラント反乱では実戦に移されることはなく、それが全面的に展開されたのは30年戦争のグスタフ2世イ、アドルフを率いるスウェーデン軍においてであった。以後、数万に及ぶ大量の兵が大量の火器を用いて敵の拠点を取り囲み、あるいは直接対決するチミドロの戦争が日常化したのである。 繰り返される戦争は、戦場となった各地方に、様々な損失をもたらしたが、それは単に戦闘による死傷者の続出というに、とどまらなかった。戦闘の結果はむしろ副次的で、傭兵主体の軍隊と、その行動様式そのものが、住民にとっては、大きな災禍であった。給与によって、あるいは無給で見習いとして働く傭兵は、外して忠誠心に乏しく、 給与の低さや支配を埋め合わせるため、挑発、略奪、暴行を、当然の権利と心得、下記を所持して、敵味方の区別なく、住民を蛮行の対象としたのであり、そのため、戦闘そのものより、軍の通過や侵駐による被害が恐れられたのである。その代表的な事例が30年戦争であった。この戦争は、規模の大きさや影響の深さも含め、 あらゆる意味において17世紀のヨーロッパ大戦と称されるべき性格を持っていた。特に被害の著しかったのはフランスにおいては東部のブルゴーニュ地方、そして何より主戦場となったドイツの被害は甚大なものであった。ドイツの中でもとりわけ皇帝軍とスウェーデン軍が対峙した北東部のメクレンブルクとポンメルン、中部ではチューリンゲン、南部では 組織的役立つを受けたプファルズ、ビュルテンベルクの被害は過酷なものであった。こうした軍隊は、兵士の出身地もまちまちで習慣の違いも見られ、衛生関連に乏しかったため感染症の温床となることも多く、また、しばしば戦地を移動したので、病原菌を撒き散らす結果ともなり、しばしば感染源となって各地に感染爆発を招いた。17世紀には、 戦争のみならず、時の政治体制、特に絶対王政に反抗して、一揆、暴動、革命も多発した。ミケランジェロ・チェルクオッチビビアの小脱衣、マザニエロの反乱・クルツ運動におけるクルツと、ラバンツの戦闘を取り分け、1640年代から1650年代にかけては、それが集中した。1640年、バルセロナを中心とするカタルーニャでは、 スペイン絶対王政からの分離運動が起こり、同年、ポルトガルでも、スペインからの独立運動である、ポルトガル王政復古戦争が起こった。1641年には、アイルランドカトリック同盟による、イギリス絶対王政に対する反抗、アイルランド反乱が起こり、それはアイルランド同盟戦争へと発展した。一方、スコットランドでも、 チャールズ一世の宗教政策に対する主教戦争が1639年、1640年の二度に渡って起こり、1642年にはイングランドでもピューリタンを中心とする議会勢力が王党派と軍事衝突、イングランド内戦へと発展した。スペインの俗領であった南イタリアでは1647年、ナポリでマザニエロの一揆が起こっている。 1648年、アレクセイ・ミハイロビチ治世下のモスクワでは、塩一揆が起こり、アレクセイの不育館で政権を担当した、ボリスモロゾフが追放された。1648年から1657年までの間、ウクライナでは、ポーランド・リトアニア共和国の支配に反抗する濃度、放棄、フメリニツキーの乱が起こっている。これは、ボフダン・フメリニツキーを首領とする、 ウクライナコサックを中心とする武力放棄で大規模な戦争に発展した。フランスで王政に対して貴族たちが反旗を翻したフロンドの乱が起こったのも1648年であった。フロンドの乱の前半はパリ高等法院と最小ジュール・マザラン、摂政・アンヌ・ド・トリッシュの対立を軸に展開し、パリ市民への新税創設や官職保有者の給料を切り下げ、 官職新設による従来の官職の権限縮小などに対する不満に橋を発している。後半は前半の戦闘で更新となったコンデシンのルイ2世が王権に対して過大な要求を突きつけ、それに同調する高等法院フロンド派が作動。一方、パリに参集した大権貴族たちが全国三部会の召集を要求するという展開を見せた。この欄は フランスにおける最後の大規模な貴族反乱であり、国土の荒廃を招いた。また、フランスのスペインに対する勝利を5年も遅らせる結果となった。17世紀後半の反乱、革命には、ロシアにおけるステンカラー人の乱、1680年のボヘムや大農民反乱、イギリスにおける名誉革命などがあり、18世紀前用には、ラーコーチの独立戦争が起こっている。 ラーコーツィフェレンツ2世によって主導されたハンガリーの反乱はハプスブルク帝国の絶対主義に反対し帝国からの分離独立を目指すものでクルツ運動とも称される。その多くは中央政府が地域の事情を覆すような宗教政策を地域住民に強制した場合、あるいは増税や新税設置を住民に求めた場合に表面化した。 こうした社会的犯行は、西ヨーロッパに比較して、東ヨーロッパの方が、外資的規模も大きく、期間も長きにわたる傾向が見られるが、その理由としては、東欧の方が厳しい気候にさらされ、基金の際の農民生活の破綻が深刻だったことが、挙げられる。ただし、単に経済的、社会的要因のみならず、民族感情や宗教の相違など複雑な背景に起因することが、 多いので、個々に検討していかなければならない。犯行の結果については、その目的を遂げた実例は少なく、残念な結末に終わることが多かった。それには、様々な理由が考えられ、農民、民衆の自らの利害に関する無自覚、都市ブルジョアの未成長、弱体な指導者層、一貫した目標や戦略の欠如、外国勢力への安易な期待や依存などが指摘できる。 しかし、失敗の原因は、必ずしも反抗者が自身の力量不足に修練されるものではなく、時として感染症の流行など、多立的な要因も考慮する必要がある。例えば、アイルランド反乱、新京都革命、フロンドの乱などは、ペスト、発信地フス天然痘の流行と切り離して考えることはできない。感染症の流行が反乱の奇数に決定的な、 影響を与えた典型的な例としては、カタルーニャの収穫人戦争がある。バルセロナを中心とするカタルーニャは、スペインにあって、独自の言語や伝統文化を有する有力な地域で、あるにもかかわらず、王権から不当に扱われることが多く、スペインの政治統合において、犠牲を強いられてきたことを不満に思う人が多かった。30年戦争において、 スペインと交戦中のフランスは1640年、敵国の戦力分断を狙って自国に隣接するカタルーニャ援助の方針を打ち出すと、カタルーニャの農民や民衆はバルセロナの都市貴族と連合し、カタルーニャ共和国の成立を宣言して、しばらく独立を保持した。しかし、1651年、スペイン王権が本格的な反撃に打って出ると、存亡の危機に立たされた。 この時、バルセロナ市会は防衛線を決議して、周辺住民も動員、牢状体制に入ったが、ちょうどその頃市内ではペストが流行し始め、スペイン軍による包囲の中で薬病が蔓延した。数ヶ月後、応援のフランス軍が到着したものの今度は、援軍の持ち込んだペストが再流行して、その間飢饉も発生して、多数の死者が現れた。 コンパイの局に達したカタルーニャは結局1652年10月に投稿し分離運動は瓦解した。イギリスではピューリタン革命と名誉革命により17世紀を通じて国王と議会が対立を繰り返した。優勢だったのは議会であり18世紀からの責任内閣制のもととなった。フランスではフロンドの乱により国王と貴族が対立した。 優勢だったのは国王であり、絶対王政が強化された。また、ルイ14世は、彼の言った、領土の拡張は最も気持ちのいい仕事であるに、象徴されるように、戦争を繰り返した。ドイツでは30年戦争により、国土が荒廃した。決定的に敗北したハプスブルク家は、以後、オーストリアに、活動の中心を移すようになる。 ウェストファリア条約で新生ローマ帝国は事実上解体され、プロイセンとオーストリアの対等を招くことになる。オランダは17世紀の危機に巻き込まれなかった。気候変動により川や運河が凍結することはあった。ものの、経済的には発展した。それは、高新量貿易やバルト海貿易により大きな利益を上げることができたからであり、このことから17世紀は、 オランダの世紀とも呼ばれる。太陽の沈まぬ国と呼ばれたスペインは、ヨーロッパでの覇権を失い長落の一途をたどった。80年戦争ではオランダを喪失し、ポルトガル王政復古戦争では、ポルトガルの独立を阻止できなかった。また、カタルーニャ地方での収穫人戦争は、フランスの介入を招き、フランスとの戦争に発展した。その後ピレネ条約によりスペインは、 アルトアルシオンを手放すことになる。スペインの支配下にあったナポリでは、1647年にマサニエルドの反乱が生じ、支配体制を揺るがした。1601年、1602年と冷夏が続いた。特に1602年の特別な国間が収穫を台無しにし、翌年には大飢饉が到来し、おびただしい死者が出た。モスクワだけでも3つの墓地に12万人が葬られ、 同時大臣は、モスクワ国の3分の1の人々が死んだと見ていた。リュウリック長が、すでに断絶していたロシアは、社会不安が、さらに増大し、動乱時代を迎える。そして、これを制したロマノフ長が成立、対等していくことになった。ありがとうございます。